2023年左ウィングランキング、世界3位に三笘薫がランクイン。サッカーに関する統計を研究している CIES フットボールオブザーバトリーが12月24日、2023年のトップ左ウィング充血を発表。分単位×試合のスポーツレベル×結果で独自に算出した点数による順位で、3位に名を連ねたのが三笘だ。ずば抜けた数字を残しているわけではないが、間違いなく左サイドで圧倒的な脅威に。ブライトンの攻撃の中心として高く評価され、プレミアリーグ名門の10番2人と共にトップ3入りを果たした。日本人のこの力もグイグイ来てますね。統計は出場分数×スタッツ×結果のようです。2023年左ウィングランキング3位に三笘薫の名前が。ラッシュフォードが1位でグリーリッシュが2位というのを見ると昨シーズン後半の結果が評価の大半なんだろうな。三笘はやっぱり決定力がな。ドリブルは添付の才能を持ってるのに。今はグリーリッシュが1位かな。現状の評価だとラッシュフォードは急降下だろう。エムバペが1位だろ。シティの毒もいないのおかしい。レアルの左とパリの左がいません。三笘は5本の指には入る思いますが、今年は怪我が心配ですな。ビニシウスとか入ってこないんだね。リーグレベルの評価が微妙な気がするけど少なくともプレミアでは3番手の左ウィングという評価はすごい。ビニシウスいない時点で当てにならんな。なお、ビニシウス・エムバペはセンターフォワードの統計に入ってた。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。